第32話、強行突破作戦。A パート、今回ね、変なんですよ。まず、ザクレロが行って、次に、ハヤトのガンタンクが発進するんですけど、両者とも変なメカなんですよ。ザクレロの方は、もう兵器じゃなくて、怪獣なんですよ。それに対して、ガンタンクは、宇宙戦闘メカじゃねえだろ。お前、そのでかいキャタピラなんだよ。こんなでかい大砲つけて、宇宙空間で撃って、自分ひっくり返らねえのかよっていう、ツッコミの塊なんですけども、その後、出てくるガンダムも、足に G アーマーのパーツをつけた、ヘンテコメカ状態になってる。まだこの頃は富野義行という作家がスポンサーであるおもちゃ会社出した、自分としてはやりたくなかった G メーカーをなんとかドラマ内に落とし込もうとしてた時代ですね。こういうのを言うとスポンサーからの圧力で出すしかなかったというふうに言う人がいるんですけど、違うんですよ。一番最初アニメの企画を立てる時から、当然我が社が出すおもちゃをアニメの中で宣伝してくれよと、わかりました、毎回必ず出しますよという契約でやってるから出すのが当たり前なんですよ。富野監督はそういうルール守るんです。